ブリエンツロートホルン鉄道 H231 から5形状機器車はスイス中央部の私鉄であるブリエンツロートホルン鉄道で使用されている山岳鉄道用ラック式状機器車である。なお、本形式はスイスの古い形式称号に則っ,った 23H 型の 1I-4 号機として製造されたものであるが、その後の称号改正により H231 から4型となり、 あとに H2-35 号機及び12号機が増備されたものである。HG2-35 号機軌道は最急勾配250パーミル、機体は120パーミルの勾配で前傾している2013年 HG2-35 号機が推進する列車本形式は客車1両のみを推進できる HG2 3型と同じく開業当時より使用されるオープン客車の C12 号車保管されている H233 号機ボイラー横にシリンダーを装備する2008年同じく保管されている H234 号機2006年ブリエンツロートホルン鉄道はスイス中央部ブリエンツ湖畔のブリエンツ駅から標高2350メートルの ブリエンツロートホルンの山頂近く2244メートルのロートホルンクルム駅までを上る800ミリメートル期間の登山鉄道として1892年に開業しており、蒸気機関車牽引の列車で運行されていた。同鉄道は開業ご利用者数が伸び悩んでおり、第一次世界大戦の影響により1914年に休止されているが、 1931年6月13日には本格的に運行が再開され、スイスの鉄道としては数少ない非電化路線として現在に至るまで蒸気機関車を呼びディーゼル機関車による列車が運行されている。本形式はブリエンツロートホルン鉄道が開業に際して 2-3H 型の 1i-4 号機として4機を導入した。 SLM 製のラック式蒸気機関車であり、その後の称号改正により、H2、3型の 1I-4 号機となっている。SLM 車は当時の蒸気機関車メーカーとしては後発であったが、1873年に最初のラック式蒸気機関車をオーストリアのカーレンベルク鉄道向けに製造して以降、ラック式の蒸気機関車の製造を得意として、 世界的に多くのシェアを占めるようになっており、その後1970年頃の統計では、世界のラック式蒸気機関車の33%が、同社製となっている。同様に、スイス国内においてもラック式の蒸気機関車は、その多くが SLM で製造されていたが、同社の小型登山鉄道用蒸気機関車は、ある程度シリーズ化されており、本形式も SLM の2、 3H 型の第一シリーズの1機種として製造されている。このシリーズはラック式専用のもので、スイス南部のモンテゼネロッソ鉄道の2、3H 型1から6号機として1890年に導入された機体をベースとして、スイス及びフランスの K6 鉄道に導入されており、ブリエンツロートホルン鉄道ではこれらのうち、 ベンゲルンアルプ鉄道の同型機であった H231 から8系の1号機を H235 号機として1912年にモンテゼネロッソ鉄道の H231i-7 型の7号機を1962年に譲り受けしている。このシリーズが導入された鉄道はいずれも220から250パーミルの上り辺方向の勾配の路線であったため、2 3H 型の第一シリーズは、最急勾配の約1、2である120パーミルの上り勾配でボイラーを呼び、運転室が水平となるよう前傾した構造となっているほか、1870年代以降、路面機関車に採用されていた、ブラウン式弁装置を装備して、機体を小型にまとめているほか、本シリーズは、SLM 製としては同年製のフィスプ、セルマット鉄道の h g に、 3型とともに、従来の機体では1軸のみの装備であった、ラック用ピニオンを初めて2軸装備したことも特徴となっている。なお、それぞれの基板と SLM 製版製造年は下記の通りである。SLM 製の2、3H 型第一シリーズは、下表の通り、モンテゼネロッソ鉄道以降計6鉄道に導入されており、 いずれもラック方式や連結器等の違いはあるものの、基本的には、ほぼ同一の機体となっているが、モンルバール鉄道の機体のみ機関が1000ミリメートルとなっている。なお、一部の鉄道館においては、廃車となった機体の譲り受けが行われている。ありがとうございます。